彼のハイトーンが生かされてるというか、はい、ちょっと違う、今回のねトリビュートの私の自慢はね、その他の人のトリビュートに比べて本当に高価、これスタッフも他に類を見ない人選しましたって言ってたんだけど、みんな違うなっていう感じじゃないのよ、自分とのフィット感が、うん、歌ってたんじゃないのお前感じ、これはねまさに幸せの力をこれから聞いていただくと、はい、アコさんが今おっしゃった意味を、うん、ラジオ機能からも実感されると思います、それでは、はい、お送りしましょう、トシさんで幸せの力。幸せの力のメロディーが本当にね、このトリビュートアルバムを皆さんに歌って